かっくんテレビ。もうこれさ、何？無音の人？無音でさ、見てる人とかもずっとこの絵だよ、30分ありーごー文字？お薬持ってん分と消しじゃな30分とはん今朝とカトゥンプリビンで反射するでしょ、ほら。本当にひーちゃんですよ、私ですよオイルちょっとあご、いろいろ反射するからちょっと気をつけないと、これいいよ、隠れてるからちょっとね苦しいよね。다가렸으니까뭔가숨도잘못쉬는것같고좀힘들긴하네皆さん아이마오키다지금일어났어요오다리야普通にこんな格好してる本当別にね、これ撮ってもいいんですけど、撮ってもいいよ、こうしてもいいけど どっちがいいかだね、これにこれがつくか。あー、今ちょこっと目が見えちゃったよ怪しいですか、ちょっとご了承ください。口もさ、色塗ってないからさ。じゃあ今日は大物ひー様ということでよろしくお願いします。오늘은배우희様、배우희님、反射が怖い。でもね、映ってもやばいものはないんだ、この画面ぐらいしか反射しても大丈夫だけど、みんなが怖いって言うならやめとくよ。あにたる反射ってなんて言うんだっけ、反射。うそったがあにか、ぼすっけ。あー、わざわざ持ってきたのに荷物が増えた。じゃあ帽子にしよう、帽子。ミッピーマスク귀엽지、그치。あー、ももかちゃん、タコありがとうございます。皆さん、今日カウントはしてくださいましたか？오늘은カウントへ주셨나요？今日何時に起きたの？さっき起きました。나방금일어났어。6시40분。今日はなんかね、久しぶりにね、集合時間の直前に起きた。そんなことないか、直前ではないわ。でも6時40分とかに起きて、そう、いっぱい寝たいから。ああ、ひーたろに無の間にボネジョンね。ティナオンにどこまー、今日七福神の日なの？本当？あ、まるちゃんとさとまるもありがとう。
パ？お腹すきましたか、みんな。可愛いお顔が見えないよ。いや、これ撮ったらもっと可愛くないお顔が見えるよ。みんなを守るために、みんな守るために隠してるんや。お、ケントさんもタコありがとう。ラームちゃん、ゆいゆいも朝から車移動だったけど同じ現場。違いますね。あ、ゆいちゃんもお仕事なんだね。なんか今の髪色ちょっとピンクに見える。違うねー。モリスク、モリセカリちゃん、ピンクロボイじゃーな。オレンジボダン。ジャモンセ。スモモ。あ、よしみちゃんもタコありがとう。自分はお腹が空いて飛び起きたんですよ。あ、私の配信見たくて飛び起きたんじゃなかったんですね。あらら。あらららら。これ見るために起きたって、ソンチェさん、ありがとう。あー、眠たい。ちょっとだけ。そして苦しい。全部隠れてるからさ。車酔いしないようにね。しそうですね。しそうです。だって画面しか見えないから。そのマスクを追い焦がしてた、本当。あー、ジャンヌンちゃん、タコいっぱいありがとう。カウントとりあえず星一周終わっただって。ともちゃんもありがとう。わ、クインシー、こまわ。指輪かわいいでしょ。ちょっとこのピンクの服はね、あの、ピンクの服がメインじゃないから、ちょっと合わないけどね、これ。これじゃないから。これは50分までやりますね。50分까지할게요。目が見えた。今日夏休みですか、世間は。マスク取ったらどうなんの。すごいすごい肌感が出ちゃうんだけど。したく。お目目はちっちゃいですよ。ほら。見えた。夏休みか。少年に出るっていうのがもう告知されてましたね。見てくださいね。ぜひ。でもそこでそう、テレビすっぴん初披露って書いて、初公開って書いてあった。まさか地上波でスピが流れるってしまう日が来るとは。お、クインシー、こんこまー。ひーさまの夏休みはどこ。そうだね、
コジュアルさんのストーリーに出てた本当？私が載せたやつじゃなくて？それは嬉しいな。わあ、タコもいっぱいありがとう、みんな。ひーちゃん偽物じゃないです、本物です。何したら本物って信じてくれますか？アーカイブは見れませんよ。ショールームはアーカイブ機能がないです。私ね、違う服で行ったんですよ。ハーリップ2の白のワンピースで着てったのね。で、小島さんになんか一緒にお写真撮っていただいていいですかって聞いて、で撮ってもらったんだけど、なんかひーちゃん可愛いからなんかちょっと着替えてきてって言われてで、なんか撮ってあげたいみたいなの言ってもらって、で、なんかその新作のワンピース着替えてって言われて、スタッフの方に S サイズのあのワンピース出してきてって言ってくれて、言ってくださって、ドレスルームで着替えて、で、私の携帯を持っていただいて写真撮っていただいたんです。なんと夢のような、なんと夢のような一日だったんでしょうか。しかも膝までついて写真撮っていただいて本当に申し訳なかった。してくださいましたけど本当かなもうそれがなんか夢のようでした。嬉しかった。
社長厳しそう。そんなことないよ。でも社長さん厳しくないとね、なんか引っ張っていけなさそう。パンチプサージャンにも走るんで、ガンツ走るんで。天気がいいですね。あ、また声出さなかったらバレなかったのにな。今見てるでしょ、ほら。もう兄貴ロッチ。근데이거바르면모양이너무예쁘거든。でもこれマニキュア塗ったら綺麗だから。いいんですよ。キャー。そう、撮影の日々が終われば切ります。カバン持ってきたんよ。最近買った、最近って言っても、まあ今期のだけど、多分そう、オレンジのカバン。でも今日はね、私服で撮影もあるから、ちょっと今まだ隠してるんです。오늘은사복사복도그촬영할거니까지금가리고있어그래서이걸로最近オレンジにハマってるんですか。そう、まあこれはオレンジの髪にする前に買ったんですけどね。내가オレンジ색을많이빠진거아니고이거는머리를아직염색하기전에샀어。근데너무예쁘더라。あ、もう40分じゃないですか。あとちょっとで。あ、なった。じゃあ、ランキング読みたいと思います。ランキング、볼게。13位。ちょっと待ってよ。写真撮っとくわ。よ。はい。13位、いちごちゃん。いちごちゃん、ありがとう。来てくれて。チャオメイ。チャオメイ、ウェンディン。本田ひとみ少子、ありがとう、シシエ。ハオチャオだったっけ。おはよう、ありがとう。ご飯食べたかな。にちぱんば、にちぱんば。合ってるかな。バイバーイ。再见。今天再见。
さあ続いては、あ、またランキングが変わったのでちょっと見たいと思います。一回取り、続いて12位がももちゃん。あー、時のそうなんよ、でも大丈夫だよ、ありがとう。今日も朝から可愛い、絶対嘘やんこれ。待って、今日のこれ可愛いって言った人絶対嘘つきやん、ちょっとありがとう。じゃあそんなももちゃんは朝は何がいいかな、朝からちょっと桃のフラペチーノ行きましょうももちゃんだからね、美味しいものいっぱい食べてね、もっと太ってね続いてはマスクが可愛いってことでって言わんといてよ、ちょっとそれもそれでいいですか続いては、はい、続いてはドリームなおんじなとみぴょん、こんばんは。わあ、おぐくベーカリー買ったぬんごね、わあ、こんばんは。くごねがもっこしぽったんごもごんな、그이번주주말에보자주말에알려줘어떤맛이었는지어지금도끊겨괜찮겠지응오케이안녕続いては티나언니와티나언니오늘도고마웠어어젯밤에이자어진짜내꿈꿨어 맞아나는안자고디나언니보러갔지 이자화이팅이자팬분들도화이팅이래와이자팬분들화이팅오늘도화이팅고마워디나언니続いて어아야코산어출근길아진짜와그러네오늘금요일이구나와바쁘시는데고마워주소오늘도화이팅하고나중에또보자일하고있는중에 할수도있지만안녕자ちょっともう一回ランキング見ていきますね、ちょっと待っててね。続いてはお、ひーまるまるちゃん、ラブヒー、お愛にー、ミフィーちゃんの朝ごはん、すごい、トースト、あー、ミフィーちゃんで焼けるやつだ。あとミフィーちゃんのコップだ、かわいい。今日のおすすめの食べ物と飲み物は何ですか。今日はじゃあ何がいいかな、抹茶系の抹茶ラテと、お団子にしますね。今日もいっぱい食べて元気になってね、ありがとう。続いて、おー、あ、こんにー、いるあちんぶとスケジュールひんね、おねるまぼってみょん、ねるぶとちまりや、なおねるぶとのるじめん、あ、ちんちゃ근데나한테는주말이라는게없어 주말이라도평일이라도상관없이살고있으니까 아니그래도기분은참편하지는건가 나는오히려주말이더바쁜것같아 고마워오늘도많이놀아頑張って많이楽しんで안녕続いてはあれいなくなっちゃった、あーゆうゆうありがとう、今日は奈良の実家に帰省する、いいな。てかこれさ、表参道にあるアサイーボールのお店じゃん、私も前行ったな、アサイー大好き、アサイー好きですか、私本当に好きでね、いつかハワイの本場のアサイー食べてみたいです、アサイ食べたいな、ハワイ行ってみたいな、ありがとう。じゃあちょっとまたランキング見てきます。
ら続いては、お、はやゆー、ありがとう、朝からありがとう、こちらこそありがとう。え、お仕事なの？ありがとうね、忙しいのに朝から来てくれて。今日はそんなはやゆーには親子丼をおすすめします。美味しく食べてね、今日もありがとう。親子丼とか言ってたら牛丼屋さんが見えた。続いて、お、ラームちゃん、ラームラーム、昨日歌詞を全部ヒーに見せなくてごめん。あ、全然大丈夫全然大丈夫だよ、ありがとね。今日もまた負担に思わないでねでもじゃあ思いついた時またラームちゃん素敵なヒーソング考えてください。ありがとう、ミッフィー。すごいファンの方の中でもラームちゃんのファンがいたありがとう。続いてはヒータロンニン、チカチカヤガチハゴ출근하면서トミボヌンジュン。ヤガチ、あんにゃー、あちんぶとトミボニカちんちゃなむなむへんぼけ。お、トミアニュースだいんのんで여기까지그라이브하고나아니었으면진짜여러분들어떤반응할까아너무 근데진짜히터미니까걱정마고마워오늘도화이팅자そして2位はジャンナンちゃん。ひーちゃんに会えなかったプリン、あー、たまごっちのプリン、ほんとだ、生きてたんだね。指輪とマスクかわいい、ありがとう。朝ごはん、朝ごはん、あー、でも仕事行きたくないんだね、大変だね。そうだよね、朝ごはんは。そしたらジャンナンちゃんには、何がいいかな。じゃあフルーツたくさん食べてください。したら元気出るから頑張って、ありがとう。そして1位は、お、マルクス、ありがとう。あ、昨日の日の写真になってる、ありがとうね。マルクス1位だったからちょっと顔見せよう、ありがとう。マルクス今日も、今日はなんだろうな、マルクスは今日はホットケーキを食べてくださいはい、ということで皆さん朝から早起きありがとうございました。星もコメントもありがとう。おぬれ一部といろんな女子コマップコーは女子コマップコー、朝から3000人も、あちんぶと3000名になのもね、ありがとう。じゃあまた午後かな、会いましょう、バイバーイ、下次见。じゃあ撮りますね。皆さんエクステ撮るの初めて見るでしょ。여러분ぶっちんもりてぬんごちょんぼじ。じゃあ撮っていきますね、半分ずつやります。はい、テープになっててこう両面でこうくっつけていつもつけるんですけど、それをね、むしっていくんですよ、うん。お、今日ひーちゃんがおすすめしてくれた抹茶ラテ飲みました、ありがとう。ほら見て、取れたはい、バイバイ。これから私が今髪の長さがどれぐらいかっていうのが見えます。지금내가얼마나ね、森が広がるんです。ああ今皆さんお片付けしてらっしゃるので、ちょっともしかしたら音が、ああすごい今皆さんが作業してるので、ちょっとすいませんね、スタッフさんが作業してくださってるので、ちょっと声が入ってしまうかもしれないんですけど、そう、지금그촬영끝나고스태프분이전리를하고있어가지고좀소리가들릴수도있는데네그거
じゃない。お弁当いつ食べようかな。いつ食べますか、お弁当。あ、ちょっと声入るけど。あ、でも入れといてもらって大丈夫です。まだ入れといていいの？はい。いつ食べます？まだ食べない。まだ食べない。迷うな。なんかちょっとお腹空いちゃいました。でも食べない。だって結構朝早く食べて、朝早く食べました。あ、すいません、配信声は大丈夫ですよね。あ、本当ですか。はい、よかったよかった。配信中だった。あ、そうなんです、ごめんなさい。どうしよう、いつ食べよう、迷う。なんか今食べたら中途半端じゃないですか。今2時半だから。確かに、夜ね。我慢できるかな。ね、もう帰りますか。まだ。あ、まだ。ありがとうございます。はい。違う、スタイリスト3000人ミイラ、ヤゲース。私今日ね、ご飯を朝の、いてて、朝の何時だっけな、あれ、まあ、9時ぐらい、いや9時から撮影してたからもっと前か、8時半ぐらいに食べて、でお昼がその後すぐ来たんですけど、ずっとそれまでさ、なんか撮影してたからお昼ご飯食べる時間がなかったんですよ。でがあちむい夜通しパンチメモごっこで、그리고나서계속촬영하했었으니까점심을못먹었어근데지금먹으면너무애매하잖아그래서먹을까말까고민중だから今冷蔵庫に入れてます。髪蒸しとる配信正解。見て、もうこんなに取れた。私の髪の毛にエクステ何個ついてるでしょうか。ね、森へ、ぶちもりみょっけ、ぶっといぬんじ、まっちょば。前、言ったっけ？この配信1時間ですか？なんかね、このスタジオ出なきゃいけない時間がわからなくて、とりあえずでも30分はやります。내가그스튜디오를나가야되는시간이아직몰라서몇분할지는아직모르겠는데일단은30분은할것같아30분은絶対にやります。할수있으면1시간하고싶은데모르겠어근데차에서하는것보다이렇게뭔가조용히하는게더좋은것같아車の中でやるよりも、こうやって落ち着いた状態でやるのがやっぱり私もいいです。あ、そうだ、問題出してたんだ。じゃあ、ミョッケ。その古いエクステは捨てるの？うん、捨てる。1ヶ月にね、1回は変えないと。1ヶ月に半に1回か。이거머리거야。뿌염할때는、이거빼야、이거떼야돼。これ、私、ここを染める直すときは取らなきゃいけないんですよ。でそれを、まあ、1ヶ月半に1回やらなきゃいけない。そう、やっぱね、車の中でやるとね、ちょっと酔いますね。チャエサーミョンちゃん文字とあるこがっちなんで、もう気分やんちょ。そうよ、エクステはね、そうなのよ。しかもそんなに安いものじゃないからね、エクステは。エクス、く、ぶちもりぬ、せんがっぽだびっさ。エクステ、エクステ何個つけてるでしょうか。ぶちもり、みょっけぶっといぬんじ。視聴者プレゼント絶対いらんやろ。おー、みんないい線いってるね。正解もあったよ、さっき。ちょっと欲しいはね、ちょっと待って、欲しいはちょっと犯罪よ、その発言は。かっこしぷんさらむちゃん、きょんちゃんかわいでこがったね。エクステ何回も使えないんだよ。そう、あのシールタイプじゃなかったらね。エクステ私は80本ついてます。80。ん？エクステヒーちゃん AKB だから 48？ そんな意識しないです。すいません。
って前も言った気がするの。80メルカリで売ってください。買います。やばいです。それはやばい。皆さんカウントはしてくださいましたか？여러분カウント해주셨나요？カメラマンさんの声が聞こえる。うん、ビオルボネッソ、こんばんは。오늘은옷을진짜많이갈아입었어今日は撮影でいっぱい洋服を着替えましたよ。でも洋服を脱いだり着たりするだけでも結構ね、意外にもね、体力使うんだよね。お兄ちゃんいないの？今日？今日はいないね。てか最近会ってないね。なあ、おっぱ妖精あんまんなっす。あ、小島さんのストーリー見ましたよね。うわわわわわ、髪の毛めっちゃ抜けた。ふわー、ん？この撮影の上階級いつだろう、わかんないや。아니오늘은촬영없어이제근데오늘은촬영은없는데근데가야되는가야될때있어아시다와화나시카이ですね여러분내일은이야기회잖아요와주신분来てくれる人お、いっぱいいる、嬉しい。많이계시네요。お、슬슬、내머리가좀、お、근데많이길었다。그치？めっちゃ伸びてない？さっきメイクさんにも言われたんだよね。ひーちゃん髪伸びたねって。嬉しい。エクステは何の毛でできてるの？馬の毛？いや、馬の毛じゃないですよ。馬の毛じゃないよ。馬の毛じゃないけど。なんか、すごい髪がさ、髪長く伸ばしてる方とかがさ、よくするじゃないですか。寄付みたいな。馬の毛じゃないよね。違うと思う。よいしょ。今日もね、お昼のお弁当すごく美味しそうなの準備してくださったんですよ。오늘점심에그점심에온도시락도진짜진짜예쁘고맛있는데서시켜주셨나봐그래서이따가천천히먹을거야馬の毛だったらリアルポニーテールになっちゃう、間違いない。面白い。これからピザ食べる、いいなー。クワトロとか最高やん。なピザ먹고싶어。ピザ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 먹고싶어요。チーズマニオラガンチーズチュッチュッドロナンチーズ。むすんピザ？何のピザがいいかな？普
通にチーズいっぱい乗ってれば何でもいいです。皆さんはあったかいパイナップル食べれますか？여러분그피자에올려있는파인애플먹을수있어그따뜻한거싫어하는분많더라기라이나히토이마스요네結構好き嫌い分かれると思うけど、酢豚とかに入ってるさ炭水油が들어있는パイナップルとほぼろ있지않아ほぼろ아기라이아마리아별로야그래나는먹을수있어私は食べれますよ。でもだからといってそれをわざわざ注文はしないけど먹을수있긴한데주문을안해그렇게그냥올려있으면먹지만普通に乗ってれば食べるけどね。よし、お、見て、もうだいぶ取れてきたよ。おお。これね、取り方をね、ミスるとね、接着剤が、この前も言ったけどね、接着剤ついたまんまになっちゃうから。이거절대야그촉촉제안남을거니까진짜슈아다이행소매르노모다이행난다요염색하는것도진짜힘들어2시간반뿌염하뿌염하고붙임머리붙이고그리고다시염색まずは根元をブリーチするのに2時間半エクステつけるのに1時間そしてまた染めるのに2時間半うわーびっくりびっくりそんなにヒーちゃんは椅子に座ってるのそうです本当にやっぱよお尻が痛いです修行ですだからみんな私が髪の毛染めて似合わなくてもねひーちゃん前の色が良かったとか黒髪が良かったって言われるとその努力がね無駄なんか悲しくなるからひーちゃんはいつも修行頑張ってるんだと思ってはい今が一番可愛いよって言ってくださいねそれが一番の褒め言葉です本当に髪伸びたほらでもさいつになったらさエクステしないでもさ生活できる日が来るだろう生活っていうかまあ長い髪が好きだからねそうだよお話し会ぐらいずっと座ってんのよわあマニマニおおマニキロッタちんちゃん今私長さ揃えてないのはあえてエクステと馴染むようにあの長さ揃えてないんですなんで切ったの切ったんじゃないんですよやっぱハイトーンしてるとねハイトーンしてるのとエクステをしてるとそう切れちゃったんですよだもう完全に見えてる別に隠す必要ないんだけどさダダンあ一個残ったもうね髪が学んだみたい一回切れたからだよせ瞳おった
モリエ安全行為じゃよし、お、いいんじゃない、あと1個よ。めっちゃあれだね、シュール配信シールです。私もともと韓国では編み込んでたんですけど、よし見て半分取れたよ。うわ本当に伸びたわ。マニケロったちんちゃん。だって見て鎖骨ここだよ、背後よぎんぬんで、マニケロった、鎖骨がよりもう全然伸びた。嬉しい成長。そんじゃんやった。皆さんはショートとロングどっちが好きですか？私は絶対にロングなので。なんでムジョコンキモリア。タンバルモリコだ。キモリ。今日は。絶対ロングだよね。絶対しないよ、ショート。ちょっとねー、ピクしてなくてもダメです、踊るときに。あ、早速接着剤残りましたね。あー接着剤ついてるとね手ぐしが通らない。はい、こんな感じです。私の本当の姿はこれぐらい、嘘の日はこれぐらい。撮った？そして今日の収穫、うわはい、撮ります。じゃあ、てっけー、どっちも好き。あら、優しい優しい、みんなありがとう。さあ後半戦まだまだ続くよ、まだまだ続きます。たくさん取れました、大収穫、豊作です。美容院じゃないです、撮影のスタジオにいます。スタジオへ一切よ。今度何色にする？オレンジを濃くするだけですね。イセッカルとチナゲ、あれこや、このスタジオ出てくださいって言われたらどうしよう。そう、可能性あるからまだわかんない。とりあえず3時まではいられるので。ミントグリーン絶対嫌髪の毛紫、緑は絶対嫌。モーリー초록색으로하는거진짜싫어。그건진짜말이안될것같아。今の色好き、本当？アシメの極みでスタジオを追い出されてほしい。どういうことよ。これでさすがにちょっと外出たくないな。もしこれ売ったらみんなはいくらで買いますか？이거만약에내가판다고하면얼마나얼마나그가격이붙을까。50万本当に言ってる？1本1万ってことは80万ってこと？わー、
嘘でしょ。オークションスタート。嘘ですよ、やりませんよ、嘘だよ。怖いよ、一房せ。みんなリアルすぎ。100万超え、絶対超えないよ。え、1本出したら、1本イゴハナ、イゴハナヌン。相場が知りたい。サイン付き？この髪の毛にサインどうやって書く？クイズザ違和感。本当だよ。お、ムルンガ、タガオンソーリー、タガオッタ。何ですか？荷物、あ、全然大丈夫です、映んないです。このこれあるじゃないですか、倉庫。ちょっと待ってください、あそこ映んないです。でもそのなんか三角のカバンは手だけ映れば大丈夫です。あの手だけ、あ、そうですね。あー、ありがとうございます。もう映んないと思います、多分。すいません、ご迷惑をおかけしました。ありがとうございます、すいません。1本1万本当に言ってる？本当に？絶対いらないよ、みんな一瞬だけだよ、そんな欲しいの。あ、謎のって、あの荷物をね、そう、取りに来たみたいで。え、何時に出れば大丈夫そうですか？何も、あ、ですか？いや、マネージャーさんが普通にお話ししてくれた。あ、そう、あとね、聞いてよみんな、あ、イントロージョ。なんかね、今日ね、配信終わった後ね、マネージャーさんがね、ふりかけふりかけって言ってたけどどうしたんですかって言われたから、あのふりかけを落としましたって言ったらね、拾ってきてくれた。トランクから探してきてくれた。くめにじゃにみくおねあちめライブくんなこ、もうふりかけふりかけ今朝もうまらごいぬんで、もうむすいりそすいそすよらぼいすにか、あねがあちがくおじゃライブあめんさふりかけちょんとろじょんぬんでおぷそじょっせよえっとにあかなんてわさいごチャジャったこなそむれぬんでチャジャジョッソキヨッチーゴクリーンかわいいでしょ、私のタラコちゃん。タンラコンタンラコ、いや、タラコふりかけが好きじゃないよ全然。全然とか言って、あのふりかけのさ、バラエティパックみたいなの買うといろんな味入ってるじゃないですか、すき焼きとか、あとはおかかとか鮭とか、その中の一部のメンバー。そう、でも好きなの最後らへんに食べたいから、のりたまはまだ残してある。ゆりぼねさんなんかふりかけもじせつろパラくあねねがくのりたまらごけらんいらんくきんつろいぬんふりかけいぬんでくごのんちょわえくんでもうたるメンバーでるとかちつろいぬんごや연랑이나그뭐지연어랑그런게있어근데나는좋아하는거를마지막에먹고싶은편이라서그냥내가별로싫어하진않는데그렇게좋아하지않은멤버부터먹는거지그래서이거는달라最近3分クッキング見るの好きよ。筆作りたい。のりかけ말고のりたま。のりかけあにゃ。귀여운데귀엽지만のりかけじゃなくてのりたまです。あ、最近お茶漬けとか食べてないけど皆さん食べてますか？ひつまぶしの食べた時になんかお茶漬けにして食べたけど、
진단발 이쁘다. 진짜 아닌데 안 이쁜데. 와사비 茶漬けね。私もわさびのふりかけすごい好きで、のり玉と同じぐらいわさびのふりかけ好き。あ、うなぎ食べたんですね。あの愛知に行った時ですよ。あの前大徳さんで行った時、あの土曜の牛の日は食べれませんでした。エクステ全部取れたらすっぴんになった気分。まあまあそうだね。あんまり見せたくはないよね。うなぎとアナゴどっちが好き？迷うよ。だってなんかもう全くの別物として考えてますよ私は。アナゴはお寿司の時だし、うなぎはねやっぱり丼で食べるやん。そう。あ、お疲れ様でした。またはーい。家臣大勢サイリスト参戦にも。お疲れ様でした。みんな挨拶してる。実はさっきからちょっとドキドキしてます。なんで？何があった？皆さんの声聞こえてます？明日エクステ外したままお話し会？どうしようかな。で、ゆぎあめおさんに行くか飲んちゃった。なんかいつも一人でこう移動してる時とかにさ撮るからなんか焦っちゃってさ、接着剤がいっぱい残っちゃうんですけど、今日は見てはいけないもの見てる気がして。だって嘘でしょ。そんなあれですか。ごめんなさい。なんかでも新鮮ですよね。やっぱりいつも長いからさ、こうやってショールーム来てくれた人にリアルタイムでこうお見せするっていうのが私はレアでいいと思うけどな。エクステの根元見せてください。なんでよ。ちょっと待って、そうだよね、まず人がエクステ見る撮るとか初めて見るってじゃあ私はショールーム選抜で1位を取れるようにと今本当の本性をあらわにしてるんですよ。たまたまメンテナンスしなきゃいけないから撮ってるだけだけどね。そういうことにしときます。あるじゃないですか、なんか決心した時になんかさ髪を切るみたいな、失恋した時に髪を切るみたいな感じでさ。そう、気合の表れ、間違いない。そうなんです。エクステの鳥配信、エリちゃんもやってたの？次はエクステつけるところ。つけるところ？私ただ座ってるだけですよ。そしたらよし。
ブリーチ配信もただ座ってるだけ。あ、でもそっか、髪の毛にそうなブリーチの薬をつけるやつが見たいって。明日のお話し会のために髪切ってきました。本当？ブリーチするときって頭痛いですか？大世界ってモーリアップにゃごー。じゃあ、いくすっけっす。もう慣れましたね。ちょっとピリッとはするけど、全然大丈夫。痛みに強くなりましたね、多分。あっぷんご、ちゃちゃんぬんぴょにもがって。外したエクステ…え、これ捨てますよ。ボリューアイゴー、いじぇ쓰레기가되는거지。いい感じ、もうすぐ全部取れますよ。お金になるのにってそんなお金とかじゃないですから。今日金曜日ですけど、なんか皆さんは金曜日はなんか早く仕事終わるとかそういうのありますか？오늘은금요일인데금요일은뭐일이일찍끝난다그런거있어？뭔가특별한거？そうか、夏休みの人もいるんだもんね。이제여름방학인가？月末だから忙しい。オルマリラパップンが。死ぬ時間をちょっと休み時間の方もいらっしゃるんですね。今日は学校だった。あら、お疲れ様。お、もうそろそろ取れるね。って言ってから結構経つね。金曜日は燃えるゴミを出す。お、忘れちゃいけんやつや。そうだよね、毎日忙しいよね、皆さん。大学ってさ、夏休み長いよね。なんかそういうの経験してみたかったなっていう気もする。でも入ったら入ったら大学も大変だしさ。いや、ネイルの色何色がいいか決めて。じゃあね、ネイルの色、私明日オレンジしようかな。あの好きなやつで、それしかしてないな、むしろ。からオレンジ。小熊から紫。ああ、でもね、オレンジがラメだからな。持ってんの紫ラメじゃないよ。そう、でも1時間かからないでこうエクステ取れちゃいます。みんなのおかげでいつも憂鬱なエクステ取る作業が楽しいよ。ありがとう。ビリビリいってる。そう、でもね、もう1ヶ月は経ってないけど、結構長くついてたから取るの全然痛くない。で、前にね、本当に前に染めたての時に、あの多分その時のメイクさんが初めてお会いする方だったんですけど、だから多分普通の黒髪の人と同じぐらいの温度でやったらツートーンになっちゃって、その何、エクステの部分だけ色落ちしちゃって、やばい、これはエクステ変えなきゃってなって、
つけた次の日に撮ったから、その時はもうめちゃめちゃ痛かったね。そうなんだけど、いい思い出だ。それもうマネオンニがと石谷でも一生懸命撮ったよね。もうレッスン始まっちゃうから早く撮らないと、でももうつけに行かないとどうしようみたいな。そうそうそう、懐かしいな。痛そう。今は、その時は痛かったけど、今は全然痛くない。そう。事務所変わってマネオンにも変わったの。変わりました。매니저님도이제다른분이에요소아이런온도난도160ですね나머리할때는160도온도もともとは180とかだったんですけど、원래는180로했었는데、맞아。マネオニメール好きでしたね。すごい人気でしたよね。新曲ショートヘア何みんなショートにするの。点滴の後治ってきましたよ。もうほぼない。黄色くなってる。エクステって自分で取るんだね。私はね、私はもう染めるのと、もうめちゃめちゃ時間かかるから、そう美容師さんに取ってきてって言われてる。もうじゃないと何時間も1日ほぼ1日いなきゃいけなくなっちゃう。取る作業から始めるとね、もう大変なのよ。お、ラスト1本マジマゲンが、あ、ラスト2個だね。マジマトゥゲー、おーちゃんメールおーちゃんはね、絶対 やってくんないよ。あ、4000人だ。ありがとうございます。よし、ラスト4000人の方にエクステ撮る配信を見ていただいた。よし、ああ最後すごい抜けた。黒髪まで抜けた。まああるある。よし、はい、完成髪の長さまばらすぎて、でもめっちゃ伸びましたよ、ほら。お疲れ様でした。皆さんありがとうね、見てくれて。私の髪取れました。思ったより、あ、行きます。お、나이제가야된대요。お、나이제가야된대。어떡하지。じゃあ今ランキングちょっとささっと読んでいいですか。그러면ランキング지금좀멘트는없이좀볼게요。コメントなしで。13位琥珀、あとディズニーシー来て、私も行きたい。琥珀ありがとう。12位台湾パンダ、あ、パンダありがとう。カレーパン少し難しいか11位ももかちゃん、一番すひ、あ、ありがとね。あ、ミニもそう発売されるので、ぜひなこちゃんとの見てください。続いてティナ、あ、ティナオンにこまわー。クリゴおーお、ペイチャわー、シーシエー。8位はつるりん、あと今でもいつまでもひーちゃん推し、あー、つるりんありがとう。話し会で会えるかな。7位ジョイ、あ、ジョイありがとう。また来てね。ごめんね、ちょっと、急いでやります。
わこんにー、あ、チュンダンバルドへポコマオ。そして5位が、お、トメさん、朝もありがとうございました、また来てね。そして4位がフラワー22さん、あ、ありがとう。そして3位が、お、ひーまるまるちゃん、あ、ラテ飲んでくれた、ほんとだ、ミッション成功ありがとう。そして2位が、お、ワンツーツーパントミドミわ、シェシェ、我喜欢吃面包。そして1位が、お、クインシー、몰래보고있음。あ、진짜고마워요。皆さん見に来てくださってありがとうございました。すいません、最後早口になっちゃって、もう行かなきゃいけないみたいなので、それではまた夜に配信したいと思います。また告知しますね。はい、クロン、私エクステ撮った、私ありがとうございました。チュンタンバルヒコマオさん、あんにゃーん、バイバーイ。夜ご飯を食べる時間がなくて、もう3時に最後食べてからずっと食べてなくて、でちょっとでもお腹の調子があんまり良くなくて、おかゆを食べました。내가3시에마지막으로그밥을먹고그때부터아무것도안먹고있었거든근데배가고픈데좀배상태가상태좀안좋아서죽을먹었어요私普通に白いおかゆ好きになりました、この前食中毒になってから。そう、そう、髪色めっちゃ明るい、明るいというか濃くなりましたよ。イエーイ。今日はさっき45分やって30分やったよね。何分やればいいんだろうな。でも明日も地味に朝が早くて、ちょっと待ってよ。今日はそしたら1時間15分しかできなかったあれになっちゃうのかな。うん、明日ちょっとお話し会早めに入ってやろうかな。そしたら그러면내일은저아침일찍부터하고일찍부터하고그리고이야기회중간에그쉬는시간있거든그때한번하고집에돌아와서다시할까だから明日は朝ね9時20分とかどうですか。내일9시20분부터10시20분까지어때오늘은뭐눈썹이너무모양이좋은것같던데今日眉毛の形良くないですか。オッケー。しかも明日土曜日だしね。그리고내일은주말이잖아。よし、じゃあ9時20分。それはもうタンタンタンで決定。で、お話し会、私休憩時間何時からなんだろうな。交番票が最近来ないよね。だから昔の見ないと。交番、ちょっと待って。確か1時半とか?あった。私2、3やって4休みだ。1時35分から休み ?1 時30分までだから、そうだね。だから、1時40分から2時40分とかにしようかな。私結構時間通りに終わんないんですよね、いつも。なんさ、시간대로안끝나니까、왠지모르겠는데。그래서좀여유있게だからちょっと余裕を持って
1時40分とかにしようかな。でやってでまた夜に8時に終わって8時に終わったらその後すぐやろうかなと思います。ねえ、8시에끝나니까이야기를다끝나고바로하려고했는데어때아니면그때만약에배고프면 디저트사서다시돌아와서거기서라이브할까싶어아니一回家帰っちゃったらやっぱり疲れちゃうので한번 집으로가면전오히려더피곤하니까힘들지않겠어글쎄그래도뭐여러분들이더힘들지그리고이제얼마안남았으니까皆さんの方がもっと大変だと思うしもうねあとちょっとですから残ってませんからねもう時間が。しましょう。この眉毛の形ちょっと自分でも描けるように頑張ろう。ダメなの？ちょっと待ってね。仕事の連絡だけちょっとしちゃうね。時間なさそうです。お願いします。OK。明日はちょっと早く入って朝ごはん食べながら配信しようかななんて思ってます。내일은좀일찍일찍부터하잖아라이브를그래서아근데먹으면서하면중간에좀배고프겠다うん、朝ごはん食べながらやりたいんですけどでも朝ごはん食べながらさやったらさ休憩時間で多分お腹空いちゃうな。じゃあいいこと思いついた。副菜をみんなとライブしながら食べて本当の食事をちょっと今おーちゃんから LINE が来た。本当の食事っていうかをライブ終わってからにしようかな。毎日ショールームしてくれるから期間が終わったら悲しくなっちゃうってもうヒーロスが来てますかでも今日さ化粧さいつもと違うじゃん。メイクさんにしてもらったメイク自然でいいね。いつも私だったらもっとアイラインをもうちょっと上からこう描いてさ長くするんだけどさこれもいいね。どうショールームだから可愛く映ってるのかどうなんだろう。
じゃあ明日のお話し会はちょっと、てかこれだとね、ほらこうやって困り前になりにくいのよ。これいいな、教えてもらおう。ちょっとメイクさんやっぱすごいわ。私もいつもこうやってちゃんと書いてんだけどな、おかしいな。よく見ておく。これ1時間配信かな、10時半から始めて。あ、でもさ、そうだよね、私今日だってまだ1時間15分しかできてないんですもんね。あのね、半時間四五分パッケ持ったごいち、持ったごいち。だからここでたとえ10時半から始めて1時間半やったとしても3時間にはならんのよ。申し訳ない、嫌だね。明日はでも結構できそうだね。明日明後日できるんじゃない。月曜日も朝からリハ、朝からずっとリハだね。1日でリハが終わったらちょっとまたちょっとあってお仕事が、で次の日も朝早いな、これ。早いわ。でもリハの休憩時間にできそう。で3日がね、3日も朝はできっけど、その後撮影で、まあ、夜またできるかなって感じかな。ね。この結果っていつわかるんだろう。要は결과언제나오는거지？次の日かな。ひーちゃんこんなに忙しいのに天狗になってないとか、いやわかんないです。私は絶対ならないようにしようって気をつけてるつもりではいますけど、もしかしたらどこかであまりね、よく思ってないこともあるかもしれないですけど、いやでも私は初心と感謝を忘れずに頑張ろうって思ってますけど、できてるかわからない。でも皆さんからのコメントとか本当にすごく全部自分のためになってるし、もちろんいいこともなんかあまり見たくないようなコメントもありますけど、でもそれはすごい自分のモチベーションになるので、うん、全部受け止めて、はい、そうですね、いやちゃんとできてるかわかんないですけどね、うん、ありがとう、ここに来てくれるみんな優しいですね。え、本当に？最終日19時59分まで。え、撮影終わってるかな？聞いてみよう。何時間撮影なのか。8月3日は、もう撮影は。うん、優しいな、みんなは。ひーちゃんのファンで幸せだよって、ありがとう。최근에셀카잘나온거있으면자랑해。아근데그거아직공개안되는거야다많이있긴한데오늘도많이찍었거든。なんか最近の自撮りでよく写った写真あったらって言われたんですけど、まだ出しちゃいけない写真なので出せない。
しいって言うなら山田だせんな。今日もプメ配信。プメはね、夜の10時までって決まってるんですよ。ひっちゃんめいるん。よしかじぼねやで。いじまがん。締め切られちゃったよ。行きそう。クマ来たよ。お、クマさん送ってくださったんですか。あ、誰？あ、ヒンメル？ありがとう。なんだアバターがすごい、なんか土偶って言うんでしたっけこれ。ありがとう。嬉しい。クマさん、ごめんなさい、私気づかなくて。他にも送ってくださった方いたら教えてください。そう、私今これコメントしか表示されないんよね。ありがとう。あ、なんかまたぴょんぴょん来た。あれ気のせい。あ、ナンナン48さんもありがとうございます。嬉しい、みんなありがとう。いやー、でもこのイベントはね、頑張りたいね。なんか今までさ、私全然さ、 AKB のさ、なんかイベントとか参加できてなかった気がするしさ、ゲームもさ自分入ってなかったりしてさ、ファンの方はきっとね、寂しい思いしたかもしれないなって思ってたんですけど、でもこうして今回参加できて本気になれて、みんなと一緒に頑張れて嬉しいです。さっきお粥を急いで食べたからもう舌が痛い。あっか、ジュグーちょんくっぱげもごぞ。ファーさん、もうめちゃめちゃなんか熱くチンしちゃって、いや表示されてるね、2分半っていうのでチンしたんですけどね、なんかもうラップがパーンってなって、やばいってなって出したらもうすごい熱々で、でもずっとかき混ぜてました。そう、あ、ちぞんちぞんにんこんぼねじょそこまー。あと、クマ送ってくださった方いたら言ってください。タコもありがとう。みんなむなどばにぼねじょそこまー。最初のひーたろさん、おひーたろにんぼねじょっさや。あ、みやねーねがおらんね。私は最近お粥にね、このね、ご飯ですよ、入れるのが好き。이거한번먹어봐맛있어。일본오면꼭먹어봐。근데이거는모양이좀달라。그보통그있는건병안에들어있는건데이거는어도시락이나그뭐지간편하게먹고싶을때어뭐야어오마이갓아8월아8월3일의촬영은네8시前に終わりますって来た。ダメや、できない。아어떡하지나못할것같아마지막날8월3일9시8시전에끝난다고어떡해아응아우우
ごめんなさい、漢字が読めないです。うずい天元さん、くまありがとうございます。あとはちょっと待ってね。ありがとうございます。この今回はこのピンクのクマちゃんがタワーなんですね。아니그마지막날 한번도못하는게아니야もうそしたらね、最後の日はね、その日朝やって、朝は絶対できんのよ。朝やってまた移動時間でやるしかないな。朝早くを2回やるかな、したら。それともなんか何分けた方がいいんかな。ん？そうなんだ。7時50分から7時50分から10分でも配信しないと。そうなの。すごいね、やっぱ。8時前に終わって家帰って、いや家帰るまでに多分ね、もう8時になっちゃうと思うよ。しかも撮影って本当に、私も今日もさ、みんなにさ、ツイッターでさ、結構何時にからできるかもしれないとかさ、そう読めないんですよ、なんて言ったって。お、バイオリンさん、ラムちゃんありがとう。クマ10個、あ、ランマさんもありがとうございます。嬉しい。つるりんさんもありがとうございます。あ、にね、あ、違うよ、これさ、くまさん10個でタワー1個なんだ。あー、なるほど。オッケーオッケー、ありがくま。みなさん、くま1個よりタコ10個が点数 20% もらえますってよん。ありがとう、教えてくれてん。そうなんですよ。この前もね、撮影あって、あのオムライス食べた日はね、何時間押したっけ、結構押しちゃって、あんまり撮影押すことなかったりするんですけど、その日は結構押しちゃったりとか。やっぱ日によってというか、撮影によって結構変わるんよね。だからもうできる時にはやらないとって感じで。最後ほんとみんなすごいからね。そうだよね。いやでも1位取りたいな、ここまで頑張ったから。これ진짜꼭1등하고싶어。여기까지열심히달렸으니까여러분들도그렇고나도그렇고。うん、頑張りたいです。ああ、お腹空いた。お腹空いた。お腹痛かったのに、なんか胃が痛いんじゃなくて腸が痛いんですよね。うん、豆腐ハンバーグ食べたい。お、クマタワー2人来てる。本当？なんか私今動きが遅くなってきてる。なんでだろう。ん？どこ？ん？見当たらない。
ちょっとこれは私のお母さんにお願いしようっと。これで1位取るとカップリングなんか次のシングルかわかんないけど、それのカップリング曲をのなんかユニット8人に入れる。1位取るとセンターにその中でなれるみたいです。ちょっとエアコンが寒いかな。髪色明るくなってない、濃くした。帽子に合ってる、ありがとう。え、1位センターって表記あった。でも1位はセンターじゃないの。イリアミョンセンターアーニャ、これは意味がちゃうのか。意味ないですよね。でもわかんないけど1位そしたら寝ないでもってなっちゃうから。関係あると思うけど、さすがに書いてなくても。ソロ曲かも。それはどうなんだろう。それだったらね、嬉しいけどね。センター以外ありえない、頑張ろう。そうね、クマ1個よりタコ10個のがいいの。わかんない。そうなんだ。そうなんだ。これでさ、例えばじゃあ8位の人がセンターとかになったらみんなどうなる。マニャゲーク帰ってんでんさーみーセンターでみょん여러분어떻게어때나는좀말이안되는것같아기프트와10코연속으로포인트가몰아일んだって다이브잉그なんか めちゃめちゃ動きが遅い。私が動いてもリップシンク合ってない。みんな大丈夫？あ、スムーズ本当？私だけか。なるほど、了解です。スマホケースどこの？ただのも透明のですよ今。ネットで買いました。順位によってって書いてあったよ。じゃあやっぱそうや。そうや。クマ気まくりでもわからないね。私も。あ、そうなんです。水曜日のダウンタウンにね、出させていただけるんですよ。嬉しいです。でも、あのね、緊張しすぎて、本当にね、ちょっとね、やばいかも。使われてないかもしれないぐらい。大丈夫かな。
しかも本当に私このお仕事のために退院したって言っても過言じゃないぐらい、退院して次の日だったんですよ収録が。そう、ちょっと大丈夫かな不安ですけど、いや、 やっぱ緊張しちゃうじゃないですか、ダウンタウンさんと一緒になんて。嬉しいんですけど、初めてお会いしましたよ。ヒタロンニン、チゾンチゾンニン、マラブキニン、ボネジュジャザ、こんばんは。あ、そう、そう、狼少年も出ますねそうなんですよ、テレビ外すのすっぴんってことで。でも狼少年はあれ、私はスタジオではなかったので、うん、塗ってそうにゃん。まあ、じゃあ、お、ハラッシーさん、クマありがとうございます。クマクマ、スピン初ですね、テレビで。ちょすっぴん맞나요네 TV 에서는한번도보여주지않았던것같은데첫공개그래서어떻게나올지너무좀불안한데だからどうなお、どう映るかがちょっと不安ですね。今日疲れモード大丈夫？全然疲れてないんだけど疲れて見えちゃってるのか。なんかたまにあります、私なんかすごく疲れてない時にもなんか疲れてるって聞かれることがあって、それ逆になんかあ、そう見えちゃってるんだなって思っちゃうけど、でも心配してくれてありがとう。全然あの、ただ今日、まあ疲れてはない、疲れてるとは感じてないですけど、そう、疲れてないのに疲れてるって言われがちな。そうなんよ、眠そう、眠くないんですよ全く。今日の化粧がそう見えるんでしょうかね。私眠い時はもうずっとこう、ずっとこうやってるから、全然そう見えるよって言われた、ショックショックだな。でも疲れてる時に疲れてるって聞かれるのもなんかたまに、あーでも疲れてるけど言えないって時もあるから、あの、そういう時は私は疲れてると思うけど頑張ってねって言われたら嬉しいなっていつも思います。そう、でも気遣いありがとうございます。みんな、そうだけど、みんなも言わないだけで疲れてるからね、本当にありがとうっていつも思います。そう、みんな私のために、そう、ね、一起加油、一起加油。
そうだよ、みんな疲れてるんだよ。口に出さないだけでみんな大変なんだよ。だからそこは聞かないで。疲れてると思うけど今日も一日お疲れ様、明日も頑張ろうねって、一緒に頑張ろうねって言い合いましょう。여러분들은여러분들도진짜항상피곤하고힘들텐데일부러말은하지 않을것같지만그래도다피곤하고힘든건똑같으니까그럴때는물어보지말고우리서로화이팅하자힘내자라고말나누는게어떨까싶어요はい。だから疲れてるって言わないで。はい。그러니까나한테피곤하지라고물어보지마요。난괜찮으니까。でも本当に大丈夫なので私は。でも心配してくれてありがとう。근데걱정해줘서고마워。なんかひとみちゃん同じ人間って感じがして親しみやすい。ありがとう、同じ人間だよ。今日いいことあった。今日はね、今日いいことはやっぱり私のために、撮影の現場でスタッフさんたちが美味しいお弁当を取り寄せてくださったり、私のためにこうスケジュールとか時間を合わせてセットとかも準備してくださって撮影してくださったから、もうそれだけでもすごくいい一日でした。あとはなんだろうな、あとはね、なんでしょうね。でも雨が降らなかったことかな。비가안왔던게오늘이행복이야。오늘의행복이でも今日は撮影をしててね、なんかもう秋になるんだなって思いました。오늘은촬영했을때느껴진게이제가을이다가온건가라는생각이들었어。そう、もう洋服が秋だった。이제옷이다가을옷이었어。そう、秋服でした。あ、너무추운데。あ、좋아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 。あ、あれ。あ、あとあれだ、そのなんか久しぶりに会ったメイクさんに、今日ひーちゃん顔がシュッとしてたって言われた。ことが嬉しかった、とっても。오늘오랜만에그메이크업해주셨던선생님이그마지막에뭐촬영다끝나고오늘은희짱너무얼굴이이렇게뭔가라인이진짜잘예쁘게보였다고해주셨어。그게너무좋았었어。
そう。あら、今地震あったみたいですけど大丈夫ですか？지금지진있었더라고九州の方の方かな？大丈夫ですか？どこで？大分って書いてあったよ。テレビで出てた今。最近自然災害多いから気をつけてくださいね。よせえちょん。じゃよん。災害がわかんない。あるので気をつけてくださいね。ジェヘイジェヨンジェラゴエ。あ、災害だからか、そっか。あ、ペガパリナスミャンチョッケッタ。お腹が良くなるといいな。お腹の調子悪いと私も声がちっちゃくなるみたいですね。あのペガチョンアンチョウミャンいろんテンションにちょん急にオプソボーイ는것같아でもお話し会の時ねずっと喋ってるからさ休憩時間ちょっといっぱい喋れないかもしれないですけどねえ。そしたらちょっとだけ許してください。ねえ、明日には治ってるといいな。そう、お話し会自分の番の時休んでいいよって言いたい。でも言ってくださる方本当にいるんですよ。優しいんですけど、本当に優しいんですけど、全然本当に私大丈夫なので、皆さんとお話いっぱいしたいので、全然あのお気持ちだけ受け取るので楽しくお話ししましょう。またクマがいっぱい見えた気がするけど。あ、うずい天元さん、またまたクマちゃん10個ありがとうございますね。ありがとうみんな。たくさんひーちゃんに感謝の気持ち、感謝を伝えられたらいいな。だって十分伝わってるよ、見に来てくださってるだけで。ちょっと寒いんで切りまーす飛んでいけひーちゃんの腹痛。ほんとだほんとだ。早く寝ろよ、また明日だって。ちょっと寝ろよとか言わないでよ。この後私はお風呂入って、日記を書いて寝たいと思います。そうなんだ。明日11時15分からですね。了解。明日はお仕事っていうかお話し会ですね。
明日の髪型ね。でも染めたてだから熱をあんまり加えたくなくて、もしかしたらストレートかもしれない。帽子でもみんなすごい帽子好きって言ってくれるから、帽子かぶるのもいいなぁなんて思っています。もじゃするかこみやごいこう音をするべきかこみやごいなんで、バケハに明日はストレートがいいんですよね。髪の毛ネイルセモリーが直行でメニャメン오늘은염색을했으니까많이그열을주고싶지않거든고데기많이쓰고싶지않아서소소난新しいエクステの髪の長さいつもと一緒ぐらいだよ。でもちょっと次染めるまでにね、期間が空いちゃうので、濃いめにちょっと入れてもらいました。そう、カチューシャね、この髪色ってか明るい髪色だと意外とカチューシャって似合わないんですよね。そっちがパーンって目立っちゃって、そう、もう眠くないってば。眠い時は眠いって正直に言いますよ。みんな心配しないで大丈夫だよ。걱정하지마진짜난괜찮으니까今ちょっと待ってよ。 OK 赤毛のあんちゃん、私なんかこの前の毛利さんの収録で粗品さんに、ひーちゃんあれみたいやな、ファミレスのなんやっけ、チェーン店の あれだウェンディーズの赤い女の子みたいやなって言われました。そう、懐かしい、ウェンディーズ昔めっちゃ食べてたな。ハンバーガー屋さんといえばウェンディーズって感じで言ってました。そう、そう、粗品さんに言われました。ウェンディーズさ、なんかもともと栃木にもあったんですけど潰れちゃって確かで、最近東京で会って、ああ行きたいなって思ってたんだけど、私子供の何キッズセットかわかんないけど、それのチーズバーガーしか食べたことなくて、人生で初めてハンバーガー食べたの多分私ウェンディーズだと思います。マックとかそんな食べたことなかったので、あ消えちゃった。でウェンディーズがなくなったから、あっつえわ、ウェンディーズなくなったからマック、そうハンバーガー食べたい時はマック行くようになったかな。近くにないよね。そう、キッズセットのねおもちゃが好きだった。あと1分ですね。まあじゃあ50分すみゃん工場よし、じゃあランキング読んでいきたいと思います。はい、じゃあまず13位、おダルキチョンさんに、おわあ、오늘도와줘서고마워。ねえ、오늘은그어제랑
좀다르게조용한라이브였던것같은데어땠어내일은뭐할거야내일도쇼룸할테니까할테니까와줘안녕続いてはお、ジュニー、ヒンメル、ヒンメル来てくれてありがとう。初心を取り戻したい。へえ、そうなんだ。なんで何かあったのかな。でも私も初心を取り戻していつも頑張ります。明日はいっぱいお話ししたいことがあるよ。バイバーイ。続いてはえー、っと11お、うんうん、ハラッシーありがとう。今日も来てくれましたね、ハラッシーさん。ね、ちょっと昨日と私テンション違くてびっくりしたかもしれないんですけど、また明日配信あるので朝からぜひ来てくださいね。うん、ね、直接会いたいですよね、現地でね、コロナ収まったら。ありがとう。続いて10位、お、パッカンユン、ガンユンニン。お、ジェロンドゥンギ、トミがチョア。ジェロンドゥンギが뭐야처음으로듣는그단어ね。こんばんは。내일도보자。ありがとう。続いては、9位。お、アボちゃん。アボ頑張ってる、ひーちゃんかっこいいよ。あ、明日、あれ。途中までしか読めない。明日も会おうかな。ね、明日も会おうね。アボちゃん、いつも、ね、たまに、ちょっと待ってよ。連絡を来た。たまにね、声が聞こえない時もあるんですけど、でも紙でいつも見せてくれてありがとう。はい、10分から配信します。よし。そして続いては、続いてはぼちゃんまで読んで、お、8位、バイオリンさん。バイオリンさん、ありがとう。今日いっぱいギフト投げてくれてるの見ました。ありがとうございます。明日、明後日のお話し会楽しみね。私も楽しみです。早く会いたい。ありがとう。また明日ね。続いて、お、7位、ラーム。ラームちゃん。夢見てきたカステラ。夢見てきたカステラ。日に届くその日まで。あなたのために、おー、本題。面白い。ああ、え、夢見てきたカステラ、夢を見てる間の、え、何、何だろう、ごめん、私が分かってる。ラムちゃん、今日もありがとう。明日のお話し会でいっぱい話そう。ラムちゃん、私のファンを、私のファンがみんなラムちゃんのファンになってる。いいね、ありがとう。みんなも何の曲か分かってない。バイバーイ。朝日で凝りすぎてわからんタイプだ。そうだね。6位、お、マラブキニー。マラブキニー、こんばんは。うんうんうん。おー、ネイボジャー、ドキドキワクワク。えげっさー、おねどおはじょそこまおこ。オレマニンがマラブキニー。クエドヨギソボルスイソソノムチョワッソ、こんばんは。続いて、お、トムリンさんだ。こっそりお会いしてます。ひーちゃんの戦隊曲が見たいよ。わあ、ありがとう。今回トムさんってイベント参加してないんでしたっけね。でもね、私も ぜひ頑張って1位取れたらいいなって思うので頑張ります。ありがとね。そして4位は、お、ジャンナンちゃん。あと最後まで一緒に頑張ろう。ありがとうね。今日も一日お疲れ様。鬼も夢の中、火が出ますように。
会いに行くよ。会いに。ワンナン。おやすみってなんて言うんだっけ。ねえ、おに、明日会おうね。ありがとう。そして3位が、お、チゾンチゾンに。こんばんは。トミ1등되게모든팬들과노력중이야그러니까걱정하지마아니진짜무리하지무리하고 있을것같아서그게너무부담인것같고좀미안하긴하지만그래도나도열심히할테니까같이화이팅하자얼마안남았으니까아리가토そして2位は、お、ヒータロンニーン、ヒータロンニーン。우리トミ、오늘도수고했수고했어ね。여기에서。알겠어。ヒータロンニーンね。여기에서보자。항상바쁜데와줘서고맙고。내일드디어볼수있으니까좋네。고마워。そして1位は、お、うずい天元さん。ああ、サイリウムカラー決める配信の時メンバーの色のコメントが役立ってよかったです。このイベントではド派手に1位目指して頑張ってください。ありがとう、サイリウムカラー。そうだね。そっか、うずいさんのコメントのおかげでいろいろ話が進みました。ありがとうございました。今日もたくさんさ、ね、アイテムもいただいて。星も投げていただいてありがとうございました。そして今名前をお呼びできなかったんですけど、7000人もの皆さんに今日こんな遅くまで見に来ていただいて本当にありがとうございますね。コメントも星も本当にすごく嬉しいですし、皆さんが心配してくださるのも本当になんか優しいファンの皆さんがいるからこそこうね、心配もしてもらって、うん、そう。で、改めてこう、いろんな面で支えられてるんだなっていうのを本当に毎回配信してて思います。うん。ね、その恩返しと言ったら、ね、言えるかわからないですけど、結果としてそれをしっかりと結びつけられたらいいなって思ってるので、残り少ない時間ではありますけど、一緒に頑張れたらいいなって思っています。오늘도댓글이랑그별많이보내주셔서정말감사했어요뭔가항상이렇게라이브를할때마다뭐나에겐뭐지어정말든든한팬분들이있고항상내편에 있어주니까그게너무감사하고나한테는진짜좋은분들이주변에많구나라는생각이많이드는것같아ちょっとみんな話を聞いているか。みなさん、ラムちゃんの曲ばっかり、ちょっと、な、私今感動的な話をしてたんですけど、ちょっと待って。아나지금감동적인멘트하고있었는데다라무님그노래를맞추고있는거야좀말들어요ちょっと話を聞いてくださいよ分かったよ待って라무ちゃんどこ行った。아はい아아れちょっと動きが遅くて開かないんだけど。아分かった分かった。あれ夢見てきたカステラーってやつね。ちょ、消さないで。ちょっと待って、ラムちゃん消さないでよ。ちょっと最後まで歌いたかったよ。時間がないよ、だって。はい、歌いました。ありがとうね、ラムちゃん、今日も作詞。はい、ということで。今日もありがとうございました。ごめんなさい、少ししかできなくて。じゃあまた明日9時20分頃からかな。はい、会いましょう。おやすみなさい。ありがとう。じゃじゃよ、あんにゃーん。かっくんテレビー。